本年度のキャンパスクイーンは、エントリーナンバー3番メロコさんです。それでは優勝者のメロコさんにはトロフィーが授与されます。やった、ありがとう。ああ、さっき言ってたイベントってあれか。あれはタクト？なんであんなところに出てんのよ。しかも人間の姿じゃない。おめでとうございます。もうタクトったら。あの、ちょっとどこに？急用なの。それ後で取りに来るから。じゃあね。終了。これで最後の決勝進出者決定です。うっしゃ、いいぞタクト。決勝戦の種目は洗面器息止めアタック。この水の入った洗面器に最後まで顔をつけていた者が優勝です。優勝はさせないよ。うるせえ。それでは、よーい。さあ、一斉にスタートしました。ブルワシのお姫様のキスを受けるのは一体誰か。ここで負けられない。勝てばキス、勝てばキス。さあ、男たちの静かな戦い、それを見守るのはプリンセス・フルムーン。その視線は一体誰を見てるのか。タクト、あんなに怒らせちゃったのにごめんね、タクト。タクト、苦しくなってきやがった。おっと、立て続けに脱落者だ。ナイケー、タクト。2、3時間息しなくったって死にゃしないぞ。落ち着いてください。さあ、残りは2人、どちらが優勝の栄冠を手に入れるのか。勝てばキス、勝てば。さあ、いよいよ正念場、戦う2人についに裁きが下される。お、ナイト決定です。優勝は飛び入り参加のタクト君。おー、よっしゃ、いいぞタクト。すげー。さあ、ナイトにはフルムーンさんのキッスが送られます。え、よっ、おったりさん、熱いね。大重さん、仕方ね、額に軽くでいいから早く済ませようぜ。うん。ちょっと待った。おお、何やってんのよ。私というものがありながらこの浮気者。おっと、これは驚きの展開です。今年のナイトとキャンパスクイーンは恋人同士だったのか。違う。そうです、タクトと私もラブラブです。な、もうキスなら私がしてあげちゃう。バカ妖精。もう照れちゃって逃げなくたっていいんじゃないかな。助けてくれタクト。誰なのあの子。なんだかとんでもない展開ですが、フルムーンさん、今日は本当にありがとうございました。ライブの方も頑張ってください。はい。タクト、ありがとう。
また出たぞ、あの意地悪女。え、まさか若松まどか。ああ、減らず口は相変わらずみたいだけどな。美月とのレコーディング対決に負けてちょっとはへこんでるかと思ったけど、全く懲りてないわね。ん？ちょっと待って、あいつマネージャーと喧嘩してる。なんか様子が変じゃねえか。次回、フルムーンを探して素直なまどか、お楽しみに。